創作者、創作者、創作者、現代、ザ・セルチャースは、1956年制作、公開のアメリカ映画、ジョン・フォード監督の西部劇映画であり、ジョン・ウェイン、ジェフリー・ハンター、ナタリー・ウッドが出演している。1954年に発表されたの同名小説が、原作であり、南北戦争が終わって3年後に故郷に戻ってきた、男が、コマンチ族によって、 兄夫婦が殺され、そして連れ去られた名を救出するための旅を続ける姿をしゆたかに描いている。フォードは本作について家族の一員になることのできなかった一匹狼の悲劇と評している。公開当時は興行は成功したとは言えず、批評も芳しくなく失敗作とされて、同年のアカデミー賞の候補にも選出されなかった。しかし、 その後再評価の機運が高まり、現在では、ホード監督の西部劇、駅馬車、荒野の決闘をしのぐ代表作であるのみならず、西部劇映画を代表する傑作として高く評価されている。1989年に創立されたアメリカ国立フィルム登録簿に登録された最初の映画中の一本に入り、2008年にアメリカ映画協会によって、 最も偉大な西部劇映画第1位に選出された。舞台は南北戦争が終わって3年後の1868年のテキサス。南部連合の一員として従軍したイーサン・エドワーズは数年ぶりに故郷の兄の家を訪れる。兄のアーロン、兄嫁のマーサ、ルーシーとデビーの姉妹、長男のベン。懐かしい顔ぶれに囲まれて幼いデビーを思わず抱き上げるイーサだったが、 かつて成り行きで自らが助け、その後アーロンに家族同然に育てられたインディアンと白人娘との根結児、マーティンポーリーに対して、インディアンに強い偏見を持つイーさんは不快感を隠せない。ほどなくして、地域の有力者、クレートン牧師が応援の要請に来て、イーさんとマーティンは他の牧場でコマンチ族に盗まれた牛の奪還に向かう。だが、 それは彼らを遠くへおびき寄せるためのコマンチ族の罠だった。イーサンとマーティンが家を留守にしている間に、兄の家族はコマンチ族に襲われて虐殺され、生き残ったルーシーとデビーの姉妹も連れ去られてしまう。兄の家族の復讐のため、そしてコマンチ族に誘拐された名たちを救出するために、捜索の旅に出るのだった。最初は、クレイトン・ボクシラも加わり、大勢で捜索したが、 イーサンの勝手な動きにクレートンは激怒して、やがて捜索隊は自然に解散となり、イーサン、マーティンとルーシーの婚約者、ブラッドの三人でマンチ族を追いかけていった。やがて、ルーシーの遺体をイーサンが一人で発見しひっそりと亡きムクロを埋めた。最初は共に行動したブラッドだが後に、それを知って自暴自棄になってコマンチ族のテントに突っ込んでいって撃たれてぬ。イ、e、ーは、 マーティンと共に何時果てるともしれないデビー救出のための旅を続ける。そして六年後にコマンチ族に物資を売り買いする男の仲介でコマンチ族の州長に出会う。州長のテントの中で大人になったデビーを見つけるが何も手出しができない。仲介した男はイーサンのただならぬ雰囲気に今後は一切関わらぬと言って去っていった。そしてコマンチ族のテントを離れたところで デビーが追ってきた。来ないでと哀願するとイ、e、ーさんは逆上して殺そうとするがマーティンがそれを許さない。誰も助けに来なかったことですでにデビーはコマンチ族の娘として生きていく覚悟を知っていたのだった。それがまたイ、e、ーさんの怒りを買った。そしてコマンチが現れたので二人は一旦その場を離れていった。やがて二人は久しぶりに故郷に戻ると長い間待ちくたびれた。 マーティンの恋人、ローリー・ジョー・ジェンセンが別の男性との婚を決めて、結婚式が開かれるところであった。マーティンは怒り、クレイトン牧師が、揉め事の間に入って、花婿とマーティンは殴り合い、そして花婿は去っていった。一段落したその時に、騎兵隊からグリーンヒル将尉が伝令としてやってきて、コマンチ族の情報が入り、騎兵隊のコマンチ族の相統への協力要請であった。 さっきまでの浮かれ気分が一気に緊張感に変わり、取り急ぎ E さんも、クレートン・ボクシラも共に行動して、コマンチ族のテントを、騎兵隊と共に一気に吸収することとなった。そして、E さんは酋長を殺すがデビーが逃げていくのを見て、追いかけていく。デビーが殺されると感じたマーティンがさらに追いかけていく。ー、e、さんがデビーに追いついた時に、ー、e、さんは思わずデビーを抱き上げて、家に帰ることを伝え、 デビーは、イーさんの胸に顔を埋めた。青空の下で、イーさんの馬に乗った、デビーの姿を見て、故郷に帰ってきたことを喜ぶジョー・ジェンセン家の家族が、彼女を温かく迎え、6年間一緒に行動した、マーティンは、恋人ローリーと抱き合いへのに入っていく。イ、e、ーさんは一人ぼっちになって、皆が家の中に入って行ってから後ろを振り返り、 写真が巻く中で一人去っていき、やがてその姿が消えていった。ランキング、出演者には、主役のジョン・ウェイン、ワード・ボンドなど、フォード作品の常連が出演したほか、ウェインの実主であるパトリック・ウェインやフォードの名優であり、自身のサイレント期の作品看板だったハリー・ケリーの2番目の、妻であると彼の長男ハリー・ケリー・ジュニアも、出演している。また、ナタリー・ウッド演じるヒロインの少女期は、 妹のラナウッドが演じており、かつて D.W. グリフィス作品などでサイレント映画の時代に活躍した女優名マーシュもちょい役で登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。